地震だ。マオさん地震です。うん、そうだね。ちーちゃん。はい。誰にだってミスはある。だって今月6度目なんですよ。ポテト床にばらまいたの。そうだね。2日に1度はまいてるね。みんなが接客してる時掃除してる私って、このままじゃ床からお芋が生えちゃいます。おい、休憩中のワコードたち。どうした、ちーちゃん。どうしたんです、店長。木崎さんと呼びなさい。そろそろ混み始めた。休憩終わったらフル稼働してくれ。キャンペーン1位にはここからが勝負だ。頼むぞ。あと、それから芋巻きはほどほどにしとけよ、佐々木。